ローマ人への手紙のメッセージ、今日で3回目でございます。来週はペンテコステですので、ペンテコステのメッセージになりますが、また次ですね、次の次はまたローマ人への手紙に戻る予定でございます。パウロはこのローマ人の手紙を書き始め、そして挨拶文を書き、そして、前回は、何とかしてローマの信徒に会いたいというその心の内を披露しておりました。単に人間的に会いたいということ以上に、福音を届けたい、福音を伝えたい、福音を共有、お明かしをし合ったりですね、福音を一緒にしたいということでございます。何としても会いたい、これはローマの信徒の人だけではなくて、全ての人に対してパウロは負い目があるもの、14節ですね、負い目のあるものですと言っています。口語訳では果たすべき責任があると言っています。何としても会って福音を共有したい、福音を伝えたいということなんですね。もう返さなければいけない借金のようだというんですね。別にそこには何とかこう重くこうのしかかっているという意味ではありません。借金なら重いですけどもね。じゃなくて、これは神様からの福音だと一節言ってますね。神の福音のために選び出されてありますから、そもそも神様からの良き訪れ、福音というのはグッドニュース、良い知らせという意味ですから、神様からの良い知らせを、そのことを聞いて自分は本当に良かった、救われた、感謝だって言って、でじゃあ自分で止めてしまうのかということですね。神様のから来たんだから、やっぱり他の人にも届けるということですね。9節では、巫女の福音、私が巫女の福音を伝えつつとありますので、巫女の福音、巫女というのはお分かりのように主イエスキリストのことであります。イエス様の十字架と復活の救いを伝えたい。これも、自分がイエス様を信じて本当に良かった、罪許され、清められ、また永遠の命与えられ、天国に導き入れられている、なんと感謝のことか。他の人は、いや他の人は知りませんよそんなっていうわけじゃないですね。少なくとも人が人を救うことはできませんけれども、私たちもそうですね、どんな人でも人が人を救うことはできませんけれども、福音はお伝えすることができるということですね。で聞く、聞いた人も聞かないと信じられないわけですから、いくら信じなさい信じたいとも聞いたことないことですね、信じられないと、ローマ人の手紙にも書いてますよね。ですからとにかくこれは福音を何とかしてもお伝えしたいということなんでございます。で今日の、16、17節の短い節は、非常に重要な箇所でございます。この重要な2節、16、17節にローマ人への手紙の基本教理、重要な単語、福音、信仰、信じるってことですね、あと救い、神の義っていう、この非常に大事な言葉がもう凝縮されて書かれております。新聞で言うならば一面のもう一番最初のですね、トップページの、大見出しだと思います。ニュースで言えば、どこのニュースもですね、ヘッドラインって言って、30分のニュース番組だったら、このニュースで何をするかってこう大体出ますよね、 NHK も民放も。でそれの一番最初の一番大きなそのヘッドラインが今日の箇所になるということなんですね。ですからローマ人への手紙をぐーっとこの 2節に圧縮していると言っていいと思います。ですので、
このローマ人の手紙の16、17節で、この本当にこの、キリスト教信仰が分かった、またキリスト教信仰が回復したと言っている人が多い。例えば皆さんお名前は聞いたことあると思いますが、宗教改革者マルチン・ルッターもそうですね。この箇所から信仰義人という真理をあるいは再発見した。ルッターだけではございません。キリスト教のそうそうたるですね、そういう指導者、牧師、神学者がこの16、17節で、まあ、目が開かれた、福音が再発見した、知らないわけじゃなかったんだけど、もう一度鮮やかに、まあ、分かった。で、福音が分かったということはイコール信仰が復興するということですね、まあ、いわゆるリバイバル、信仰が回復した。それは個人にとどまらず、その時代のクリスチャン、またその時代の教会、そしてある意味ではこの歴史を変えていったということになるわけです。ですので、この、まあ、聖書全体がそうですけども、でもこの16、17節はですね、このキリスト教を変えた、歴史を変えた聖句と言っていいのではないかと思います。で、今日は16節に限って、皆さんと一緒に確認していきたいと思うんですけども、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。それは難しいこと書いてませんね。先ほど申し上げたように大事な言葉がもう凝縮されているということです。この箇所から3つ、1つは私は福音を恥としないと言っています。福音を恥としない。2番目は、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力、福音は神の力であるということですね。もう突き詰めて短く言うと、あと3番目は福音を信じるということです。ですから福音を恥としない、福音は神の力、福音を信じるっていう、この3つのことがここに書かれてあるということなんですね。第一は、パウロは私は福音を恥としませんと告白していました。皆さん、誰かですね、家に、営業の方、何でもいいです、車でも保険でもいいんですけども、営業の方が訪ねてきて、そしてセールスをした時に、まあ、聞きますよね。そしてその商品を、まあ、説明聞いて買おうという時に、どうするでしょうか。それはその商品が、素晴らしいからです。納得して、いやこれはいい商品だという形で買うと思うんですね。別にこれはお店に行っても同じだと思いますけども、じゃあパウロはですね、先ほど確認したようにローマの人たちに何とかしても会いたいと、そしてもう本当に心から祈って、神様の御心であり、そして自分もなかなか行けなかったけれども何とか行きたいと、そこまで思って福音を伝えたい、福音を恥としませんって言ってるわけですね。逆の言い方をすると、じゃあ福音を恥とするんだろうかということなんです。だってそこまでして伝えたい福音なのに、恥ってのは恥ずかしいってことですよね。福音を恥ずかしいって思う、そもそも思うのかなということなんです。この世の営業マンだって一生懸命仕事をして、その商品を伝えた時に、これはいいものだから、いいものだからって誇りを持ってセールスするわけですよね。なんとかそれ分かってほしい。だったらパウロは、まあ、商品じゃないですけども福音を恥ずかしいと思ってたんだろうか。じゃあなぜこの恥という言葉を使ったんだろうかということでございます。皆さん、クリスチャンになりまして、キリスト教のことを、まあ、いろいろ言われる立場になります。
例えば自分の教会建物が立派な建物だったらちょっと誇りですよね。だけどまあちょっと言葉悪いんですけども、ちょっとまあまあ古くてみすぼらしいとするならば、まあちょっとまあ正直言うと引け目に感じる面があるかもしれません。私はある新興宗教の支部長さんと話した時に、あなた牧師か、はい、ところであなたのあなた教会に信者さん何人いるのって聞かれたんですね。ざっくり言うとまあ50名ぐらいが礼拝守ってます。あ、そっか、なんだそれだけか。俺は支部長で1000人のね信者さんを抱えてて、そして1000人のまあ支部長なんだと。お前たったの50名なんだそれは。もうキリスト教ってだらしがないな、ね、私はもうこの新興宗教に入って1代でこう1000人の信者を抱えるようになったんだとって、まあ威張るわけです。つまり組織の大きさですよね。あとは例えばキリスト教の歴史の中にもいろいろある、高校の世界史でもこうある、そして今もいろいろですね、アメリカのまあ、なんかまあ、あの政府がどうのこうのとか、アメリカでクリスチャンという人たちがこういう発言してるとか、まあ、あるわけです。また もっと身近な問題、人ですね。あの人クリスチャン、ちょっとあのクリスチャンと言われるとひどいよ。そうですか、そしてあなたあのひどいクリスチャンのこと知ってんの、友達なのって言われる。まあこういうことで現実、まあ嘘か本当かいろいろある中で、まあ事実もあると思うんですね。そういう中でこう心細い、ちょっとまあなんか恥ずかしいというような部分っていうのはあると思うんですよ。じゃあパウロはそう言って言ったんだろうか。なんか肩身が狭い、またちょっと恥ずかしい部分もある。確かにね、クリスチャンも人間ですからいろいろあることも確かでございます。でもここで言ってるのはそうではなくて福音って言ってます。ここを勘違いしないようにということなんですね。私たちも今申し上げたようないろんなことの中でちょっと肩身が狭い、日本では圧倒的な少数者ですからね、クリスチャンは。さっきの支部長じゃないですけどで、あなた日曜日礼拝ってる、あの硬い椅子に座ってなんかお説教聞いてんのって話ですよねよく言ってるねってね、こんなこと言われた方もいらっしゃると思います。なんか言われるとこうなっちゃいますよね。だけどそういうものがあるにしてもここで言うのは福音なんです。福音を恥としない。なぜ福音を恥とするということが起こるのか、これが、皆さんよくご承知の開ける方はローマ人、ごめんなさい、コリント人への手紙の1章ですね、ちょっと開いていただけますか。このローマ人への後にコリント人への手紙の1章の18節、327ページであります。327ページに有名な言葉18節、十字架の言葉が滅びゆく者には愚かであっても救われる私たちには神の力ですってことです。十字架の言葉は滅びる者には愚かであるあってもでしょ。ですから十字架の言葉は、まあ、ある人にとってみてみると愚かに見えるということです。十字架の言葉なんですね。ポイントは十字架なんです。でこのパウロ先生もここで福音っていうことを言ってますけども、やっぱり十字架なんです。でどうしてかっていうと、このコリントの町に行って、そしてコリントっていうのはギリシャ神話の神々がいて、そしてギリシャと哲学の偉いそういう哲学者の先生方がいるというそういう町ですよね。でそういう町に行った時に、さっき言ったですね、いろんな人たちに囲まれると、十字架だけか、誤解もありますけども、あんたクリスチャン、はい、キリストさん信じてるの、はい、キリストさんってよく知らないけど、十字架にかかってなんか死んだんだってな、なんか十字架にかかった後にね、
なんか弱気なことを言って、そして最後は十字架で死んだんだろうが、お前の教祖ってあの十字架につけられたあのキリストか。もちろん今言ったことは誤解ですよね。だけど全くというか知らない人が、まあ、ちょっとキリチギをかじって言う言葉なんです、大体今のってことね。なんだ、俺の教祖はもっとすごいよ、たくさん信者集めてるよ、バンバン癒しをやってるよ、大きなね神殿を建てたよ、聖地があって、その聖地にみんな教祖様ちょっと集まるよ。え、お前の教祖は十字架で死んだの？それお前信じてるの？へえって感じなんですよ。わかります？で、これはもっと具体的に言うと、コリントのこの手紙では22節なんです。この当時もユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、ユダヤ人にとっては愚かなことですが、とありますよね。ユダヤ人は確かに神様は信じてるんだけど、印を要求、印を求める、つまり神の奇跡、目に見える奇跡、神がいるんだったら見せてみろ、ね、こういう奇跡を起こしてみろ、そしてその奇跡があれば信じてやってもいいぞ、ご利益もあるんだろう、神秘現象があるんだろう、なんか不思議だね、なんかそういうの見えたりもするんだろうって感じですね。まあもちろんその目に見える奇跡を否定しているわけではないのであります、十字架のことなんですね。だから十字架とそういうことを比較したときに、十字架はなんだそれはって話になる。だからユダヤ人は十字架ではなくて印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。知恵ですよね。だから賢くないとダメなんですね。キリスト教の教理もちょっといろいろ荒探しをする、ね、そもそも三位一体なんてそんなこと証明できるのかって話ですよね。そういうまあちょっとあの頭の賢くて、まあ、なんかすごいね論理的にもうとうとうとこう批判する方がいらっしゃって、私もそういう方いっぱい会ってますけども、ああそうですか、ちょっと足したりとしますよね。そういうことなんです。ましてやこの時代、このローマ帝国、そしてそのようなギリシャ文化、ギリシャの神々ですね、そして、カエサルですね、ローマ皇帝が神、圧倒的なそういう中で福音をローマに伝わった。まだなんか街道もなかったんですね、この時は。家庭集会みたいな形でクリスチャンの人たちが集まってた中に、他の人からそういうことを言われる。まあちょっと、十字架だけか、十字架なんだそれはということなんです。だけどここで言うのは、いやいや、私たちは十字架の言葉によってこう救われている、十字架の言葉は神の力であるということですね。皆さん、十字架、私は本当にね、今の時代に生きててよかったなと思ってるんです。どうしかというと、私はおそらくイエス様の時代、イエス様に直接会ってたとしたら、私は信じてなかったんじゃないかなと思うんですね。いや、なことない、皆さん逆に思うでしょ。いや、でもイエス様の時代に直接自分がいたらイエス様信じたのに、私は逆です。私だって本当に軽薄な人間ですからね、群衆と一緒にでね、イエス様に石投げたんじゃないかと思うね。十字架のとこ行ってもね、なんか冷やかしてたんじゃないかなってね、私の性格上よくわかる。だけど私はそうじゃなくて、この時代に聖書によってある意味では冷静にイエス様の十字架のことを聞けたから信じたんじゃないかな。皆さん、あの弟子たちはイエス様が十字架につく前に初めて自分は死んでよみがえる、ね、あのエルサレムに行って、祭司律法学者たちに捕らえられて、そして死んで、そして3日目によみがえるというふうに言われたんですね。でその時に、あ、そうですか、よく分かりました、あなたは十字架について私たちの救いを成就するんですね、
よく分かりました信じますと言ったかというと、そうではない、逆なんですね。マタイの福音書の16章を見ますとですね、イエス様がそのことをおっしゃったときに、主よ、とんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずありません。その時にイエス様は、さかれサタン、あなたは私をつまかせるものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っているとイエス様はおっしゃいました。つまり十字架が理解できない。なぜならば十字架、このイエス様の時代はローマの、ね、そういう政府の死刑によって、そして、反逆者とかも晒し者の十字架、彼らは見てたわけです。あるいは公開処刑ですからね。イエス様の十字架だけじゃないんですよ。他にも十字架立った、あの残酷な、もう苦しんで死んでいくね、それまあその、犯罪人のその死に、自分たちの先生である、そしてその前にイエス様が神の子であるということを告白した、このお方は神であり、そしてメシアであるという分かったお方が十字架に、あの十字架ですよね、あの忌まわしい十字架、十字架っていう言葉すらもこの口から言いたくない、それぐらい忌まわしいその言葉の十字架につくといった時に理解できなかった。イエス様はちょっとなんか勘違いしてんじゃないかな。そしてペトロがね、脇、イエス様を脇に寄せて、シッシッシッ、イエス様、自分が十字架につくなんてそんなこと言ったら笑われますよ、もう やめてくださいイエス様って、斜めたわけです、上から見せて。それに対して今言ったイエス様がサタンを引き裂かれとおっしゃった。でその後にイエス様が、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさいとおっしゃったんですね。私たちは本当に十字架っていうことを理解してるか、してるんですね、してるんだけども、何かこう他のものがいろいろ見えた時に、そして他のことに私たち飲み込まれてるわけですよね。いろんな考え方とか思想とか価値観とか、宗教的にもそうですよね。ご利益があればいいんじゃないの、なんか和気あいあいと人がいっぱい集まったらいいんじゃないの、なんか すごいこうピラミッド状な組織的なそういうものばっちりあったらねすごいけど、あなたの言ってる教会は何、そのぐらいならまだいいんですよね。いやちょっとしょぼいかななんてねでももっと突っ込んで今なんですよね。あなた何信じてんの、キリスト、キリストの優しさ、キリストが本当に愛のある方、いやそれはいいよ、だって愛とか優しさっていいでしょ、でも十字架、十字架笑っちゃうよ、十字架なんて言ったらってことなんです。でこれが私たちがどうもそっちになんかこう行っちゃうというのが今日の話なんです。で行っちゃうのもパウロもやっぱりローマに行く、そしてローマのこのね、まさに世界の中心であるローマに行った時に、やっぱりまあ肩身が狭いですね。弟子たちも理解できなかった。その時にイエス様の方はじゃあ恥ずかしいと思ったのか、イエス様が十字架につく恥ずかしいと思ったのか。まあ、あのカトリック教会はね、イエス様のこう十字架の像がありますよね。プロテスタントはしません、なぜかというとそれもちょっと、まあ、偶像視しちゃう危険性があるからですよね。だけどイエス様がもう裸にされて十字架につけられたことは事実ですよね。まさに恥ずかしいですよね、恥ずかしい姿、無様な惨めな姿。イエス様は罪人のためにそのことをなさった。じゃあそのことをなさったイエス様を恥ずかしいと思うだろうかって、ここなんですよ今日のポイントはね。外側のことで多少恥ずかしいことあってもいいんです。ちょっとそのこと言われたらちょっと、ね、自分もそうですよね。クリスチャンと言いながら、牧師と言いながらそのこと聞かれたら、いやちょっと恥ずかしい、ごめんなさいって言うんですよ。だけど十字架なんですよ今日の話は。十字架を恥ずかしいと思ってるのか、
で恥ずかしいとは何かと関係がないという意味なんですよね。関係がない。デパートで自分の子供がダダこねて床でわー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 ってね、おもちゃ欲しいおもちゃ欲しいってもうダダこねてた。お母さん最初あ何言ってんの、もう買ってあげるかちょっと、いや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 だ。その時実はお母さんですね、我が子だから、そのもうダダをこねてるとね、子供からちょっと離れて、いやあの子私と関係ないって顔してちょっといたってこと。つまりそのね、ダダをこねて恥ずかしいことの親なんて思われたら嫌だということでしょ。まあもちろんね、最後はちゃんとまあしたんでしょうけど、そういうことです。十字架のイエス様と関係持ってるなんてこっちが恥ずかしい。愛のイエス様ね、優しいイエス様はいい、でも十字架のイエス様はいかがでしょうか。十字架というとおのずと自分の罪っていうことになるからです。私たちは自分の罪をパスしていいないいなってないんですね。世の中の人はそうでしょ、そんな罪なんて、まあ、なんかちょっとねいいよそんなのパスして、まあ、とにかくまあね、まあ、大変な時代だし一緒にやりましょう。もちろんそのことはいいんですよ、そのことはいいことなんだけども、罪をパスする。十字架を見ないと罪をパスできるんです、クリスチャンでも。あのイエス様が十字架につく、もういよいよつく、あの、大祭司の庭で、ね、ペテロが恐る恐るついていった、あのペテロ3度の否認のあの箇所ですね。あの時に隣に座った焚き火してた隣の女性、ね、女中さん、おばちゃんみたいな人が、 あんたイエスと一緒だったよね、違う、あなたはガリラヤの周りだよね、あのイエスと人に一緒にいたよね、いやいや違って違う、つまりあのイエスと一緒というふうにグル仲間と見られたくないってことなんです。関係がない。確かにね、まあ近くいたことある、あ教会にいたことありますよ、知らないことあります、キリスト教いいですね、でもあの十字架につけられたイエス様とは関係ない。関係ないまでいかないけど、ちょっと一言よそよそしいとなっちゃうならば、私たちはずっとですね、この世の中のいろんな思想や考え方やまたいろんなそういうものにも巻き込まれちゃう。だからパウロはここで自分の信仰告白として、私は福音を恥としないと言ったんですね。ということは私たちもここを再確認しなきゃいけない、意識しなきゃいけないんです。まあもちろん、ちょっとねクリスチャンであることを勇気持って言える人と言えない人とか、あとはなんかそう非常に厳しい場面にさらされて私だったらちょっと怖くてそんなクリスチャンとか言えないとか、そういうのはいろいろあると思うんですね。まあもちろんそういう現実問題は私たちは祈って神様に伝えられ、そして本当にねちゃんとこう言えなかった弱い部分を抱えることもあると思います。弟子たちもそうでしたから。でも私たちの心の中なんですね、信仰告白として私たちは本当にイエス様の十字架を恥としてない、恥としないですね。ここは非常に大事なところだ。そしてパウロがあえてこの言葉を言ったっていうのは、そういうふうになりがちだ、そういうふうにずるずると生きがちだから、そしてキリスト教の世界の中でもやっぱずるずるっとなってる時期とかずるずるっとなっちゃってることがあるんですね。そういう時には本当に弱くなっちゃう、そして世の中のいろんなものにも本当にね巻き込まれちゃってる。私たちは十字架こそが救いである、ガラテヤ書に書いてますよね。しかし私には私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。そして十字架のイエス様を信じるということはイコールですね、イコール再臨のイエス様を信じるということに重なるんです。絶対に
本当に十字架のイエス様を信じることが希薄だったら、再臨のイエス様を信じることももうぼやけてくるんですね。だってそうでしょ。だって自分のために命まで捨ててくださって、自分のために本当にその恥ずかしい十字架苦難を負ってくださった、私の罪のために、本当に私の醜い汚い罪をイエス様は背負って、で十字架についてくださった、そこまでしてくださったお方が再び迎えに来られるわけですからね。で迎えに来られた時に、当然その方に会いたい、その方を信じたい、そのお方に喜ばれる生き方をしたいって当然思いますよね。当然思います。十字架を恥とするならば、再臨のイエス様に会いたいなんていう気持ちには全くなりません。私はそうでした。再臨よく分かんないな、本当にあんのかなわけですよね。本当にそのお方に会いたい、だって愛してくださってるわけですからね。そして2番目、福音は神の力です。この力っていうのはダイナマイトの語源となった言葉であります。で力っていうのは物を動かしますよね。皆さんもね、ここにはちょっと高齢の方いらっしゃって、物を動かすの大変な方いるでしょ。だから若い元気な人にちょっと動かしてって頼むじゃないですか。そういうことです。力がないと物が動かない。力のモーメントかなんとかって言いますよね、物理では。じゃあ私たち物じゃなくて、私自身なんです。私自身が動くかどうか動くかどうかって動きますよ。まだね、足腰もなんとかしてます。いやいや、そういうね、目に見えることだけじゃなくて、私自身が罪と死の中にとっぷり使って動かなくなってるでしょ。動きたくてもね、動けなくなってる。罪と分かっててももうズブズブで、所詮人間って寿命が来たら死ぬんだよね。で死んだ先どうなるのかな、よくわからない、怖いな、まあでもしょうがないや、生きていくしかないや、もう皆さんそうやって生きてるし私もっていう、まあ、そしてみんなも座り込んでる、おじさん、お地蔵さんのようにね座り込んでるから自分もそういうところにドーンと座り込んで、そして動かなくなっちゃってるという話です。その時にダイナマイトの力でしょ、人間ではない、神の力によって動かす。じゃあ動かすってどこに動かすの？天国じゃないですか。地獄から天国に動かす神の力です。分かりやすく言うと、エペソ人の手紙には、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました、あなた方の救われたのは恵みによるのです、神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました、エペソ書の2章の5節6節。まさにもう地獄の中に、闇の中にズブズブとね、もうそこにもう座ってしまうしかない。だけどそこからその泥の中から引きずり出して、そして天国にね、キリストと共によみがえらせ、キリストと共に天上に座らせてくださっている。まさに動いてるでしょ。私たちの身分が、地位が動いた。かつては罪人、かつては地獄行き、今は神様の力によってそこから救い出されて、そして天国に導き入れられたものになっている。神の力ですよね。神の力、イエス様の十字架の復活によってそのような力が与えられている。動いたわけです。ですから私クリスチャンになってよかったなと思うのは、自分はできなくても神様は動かしてくださる、いろんな意味でそう思ってるんですね。自分では動けないんですよ。まあ、本当に自分の価値観、考え方、そして自分が怖がっているもの、自分が気にしているもの、自分の性格のいやらしさってありますよね。自分でも嫌になっちゃうんですね。ということはもうそこにいるしかないじゃないですか。しょうがない、もうこの年になってね、還暦過ぎたんだし、もうしょうがないよって言って私は座り込むんですよね。だけどそこをやっぱり動かしてください。本当にすごい神の力ですね。そしてそれは弱さの中にあるものを強くします。皆さんの中で本当にですね、この言葉によって慰め励ます、今も育てますね。我が恵み汝に垂れり、
第二コリントの12章の9節10節、しかし私は、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。パウロ先生は苦難の中にあり、そして肉体的にも弱っていた。目もなんかもうだいぶね、もう見えなくなってた。そして本当に精神的にもあれだけのね、鞭に打たれたりいろんなことありましたから、精神的にもボロボロだったと思うんです。そういう中で神様がこの言葉をおっしゃった。私の力、神の力は弱いうちに完全に現れる。完全にっていうのはなんか完璧に癒されるとかいう意味じゃなくて、やっぱり完全なのは神の力ですね。弱いところに神の力が現れる。そして自分の力じゃないから、あ、本当に神様が働いてくださったということが分かるんですね。私は小さな癒しを経験しました。大学生の時に、一人暮らししてたので、不規則な生活してたので、そして非常に4年生になってハードな生活をして、そして、心も体もボロボロになった時期があるんですね。で、郷里にも2回帰って入院もして、精密検査も受けて、手術はしなかったんですけど、この薬ちゃんと飲んでくださいねって言って、私名古屋にいましたので、名古屋の大学に復帰してあと半年、だけどなかなか良くならないんですね。でもなんかもうげっそり痩せて、もう40キロ台になって骸骨が歩いてるなんてね言われました。そして礼拝もなかなか行けなくなっちゃったんですね。行きたくないんじゃなくて、もう体力的にしんどいですから、朝から夜までなんかほとんど寝てるっていう感じでした。でその時に御言葉を読んでいた時に、マタイの10章の29節の言葉がこう与えられたんですね。2羽のスズメは1アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽さえあなたの父の許しなしに地に落ちることはありません。ボロボロアパートのですね、下宿、そしてその窓ホッと見た時にチュン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 とあのまさにこのそのスズメがいたんですね。でこの言葉、2羽のスズメは1アサリオンで売られているではないか。2羽で1アサリオン、日本で言うならば2羽で1円なんです。あれちょっと待って、1羽1円じゃないの。2羽1円、2羽1円ってことは2羽のうち1羽はもう、おまけって意味です。おまけ本当おまけみたいな私だな。今いてもいなくたって大したことないし、まあいてもいろんな方にね、ちょっと心配、教会の方もね、祈って心配してくれてるんですね。なんか心配ばっかりかけて、で、大学卒業しそう、卒業もできるかどうか、ちょっとタイム危ないし、大丈夫かしら、ですよね。で、考えれば考えるほど、ぐるぐる回るんですね。そして、考えるから、やっぱりもう、ちょっと、精神的にもまた、こう、ぐっとなるし、とかね、なかなか良くならないですね。その中で、この御言葉が与えられたときに、その一羽さえあなたの父の許しなしに地に落ちることはありません。あのチュンチュンとさえずってるスズメですら神様は守ってくださってるとするならば、現実あのスズメよりも私の方が、存在価値あるんじゃないかなと思ったんですね。ということはおまけのスズメでも守ってくださるんであれば、私も守ってくださるっていう、そのことがストンと心に入ったんです。ただそれだけです。で次の日バリバリと元気になったかでもなりません。本当に元気になるまで半年かかりました。でもそこがですね、心のもう大きな変化でした。そこから変わりました。そこから少しずつ、もちろん病院にも行きましたし、薬も飲みましたし、またみんなにも祈っていただきました。自分もやっぱりね、工夫して食事をね、工夫したりもしました。だけどそこから私の心が変わったこと確かなんですよね。それまではもうなんか真っ暗もダメ、あもダメですね。なんか自分の惨めさに打ちのめされていた。私はそれは自分で癒しだと思ってます。神の癒しを私は経験、そういう意味で経験しました。弱い時にその神の力があった。それで3番目、信じるってことです。福音を信じることができる。すべての人が信じることができる。誰でも信じることができる。皆さん、信じるってことは幸せなことですよね。
信仰とは抜きに現地の生活、車で来られた方いらっしゃってますけど、やっぱり車もちゃんと動くって信頼してるから車乗って礼拝に来た。いやいや、電車もそうですね、 JR も JR ちゃんと大丈夫だって信じですね。食べ物でもそうですね、スーパーで食べ物を買う、水を買う、信じてるからですよね。じゃあ皆さんにとって最高最大の、もうね、信じてるものはいっぱいあると思いますけども、最高最大の信じてるものって何ですか？福音じゃないですか？福音が私が信じている最高最大の、これ以上ないものなんです。他のものは怪しくなったり、いや、やっぱりちょっと信じるのやめた方がいいかなとかね、危なかしいなと思うのはある。人間関係もそうですよね。最初いいなと思ってたんだけど、ちょっと怪しい人だなとかね、いろいろあるわけです。でも福音は絶対に違いますよね。本当に福音を安心して心から信じられるっていうこと、こんな幸せなことないと私は思うんですね。私は信じるものがある。どんなことがあっても信じるものがある。まあ、もちろん神様、イエス様ですけど、ここで言うならば福音なんです。で、福音という時にはそれはやっぱり聖書の言葉というのが背景にあって福音なんですね。福音の言葉、神のこと、私たちはこの聖書によって、御言葉によって神を信じ、イエス様を信じていると信仰を持っている。まあ、本当に幸せなことだな。ユダヤ人は印を請い、ギリシャ人は知恵を求めるでしょ。なんか見せてみろよ、なんか奇跡があるんだろう、お前は奇跡がなくても信じてるのか。はい、奇跡があっても信じてますけど、奇跡がなくてもイエス様の十字架信じてます、ね、なんか難しい、なんかね、宗教的な理論持ってないじゃないか、そうです、まあ、本当に頭も悪くて、そんなただただイエス様の十字架信じてるんです、なんだそれだけか、でも信じてる。それ言われても全然ね、あ、そうですかぐらいしか思いますけども、本当に福音を信じてよかったな。そして福音っていうのは今信じることができます。今は恵みの時、今は救いの日である。後になって、もう少し自分がマシになってから、少し心の余裕ができてから、もちろんそういう場合も現実はあると思います。だけどそんな、信じるなんて言われたってそんな余裕がないし、信じるなんてこんなのできないよっていう時に私たちは信じられるんですよね。本当に素晴らしいなと思います。そしてさっきのお若したようにガラッと変わらないかもしれないんだけど、やっぱりその時にこう、まあ信仰が復興する、信仰が神様から与えられる、あ、信じていこう、信じよう、信じられるってことは本当に幸せなことですね。そして八方下がり、四面楚歌、 ああもうダメだ、もうこれで倒れてしまう。世の人は言うでしょう、教会って何なんの、イエス様信じて何なんの、神様信じて何なんの、何にも変わらないんじゃないの、いやむしろ悪くなってるように見えるけど、だったら皆さん信じるのやめます？私それが本当だとしてもね、私は見えるだけだと思ってますけども、百歩譲って本当だとしても信じます。信じられる。なぜならば、神様に見捨てられたり倒されたり滅びることは絶対ないですね。私たちはイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私の身に現れるからです。私たちは絶対に、まあ、信仰を失うことがない。本当に福音を信じることができて、そして今も信じられて、今後も信じることができて、本当に幸せだなって思いませんか？思いますよね。アーメンですよね。まあ、別に強制することなんですけども、私も心からそう言って、もちろんなんかもうそういうね、気持ちが高揚しちゃってますけども、感謝でございます。最後ですね、御言葉、ちょっと冷静になりまして、御言葉は皆さんで一緒に、まあ、コロナですので、どこへは出せませんので、ね、一章の15節を自分の、パウロ先生と同じように、私の信仰告白として言ってみましょう。一章16節、3、4、私は福音を恥としません。
福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です、はい、一言だけお願いします。天のお父様、ロマ書1章16節の言葉を今日与えてくださり感謝します。福音を恥としない、福音は神の力、福音を信じる、本当に神様ありがとう、感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。